ニアキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースかっこ GOOF サイズラージということで、あの OOF っていうのを調べたんだけど、ウーンとかそういう意味らしいんですよ。なんでこのコースうーん大きいということなんじゃないんでしょうか。それじゃあこのコースの何が大きいのか早速やっていきますか。クリア率は 0.87%、まあ、僕の予想はさ、出てくる敵キャラが全部大きいのかなとかそんな感じがするんですけどね。もしそうだったら当たり判定も大きくなるから厳しい戦いになりそうです。それじゃあハテナを一旦叩いて逃げてみる。開幕バレー、もう神コースの予感がしてきたね。この方マジで面白いトロールコース作ってくれるからおすすめなんですよ。じゃあここでキノコは取れないで、この打剣が、僕は気づいてしまいました。あの犬が小さかったということをこのコースのテイストから反しているんじゃないんでしょうか。審判、あの犬はマリオメーカー2からの退場お願いします。そして裏にマスターソードがあるのがきっちり見えました。さっき目薬さしてきたばっからだからね、めちゃくちゃ目はいいよ。そして起きて12時間は経ってます。それじゃあドアに入っていって、このチョロプーは倒さない方がいい。なんで一旦倒してすぐ右に行きます。そしてオンオフをしてすぐの間に入れません。いやまだワンチャンあるよ。これ右のブロックが壊れるみたいな。いや実はですね、皆さんに謝らなくちゃいけないことがあるんですよ。今日僕語彙力ないかもしんない。頭パッカーン。いやここ無理じゃない、一旦右側に寄っておけっていう感じかな。そして弾を出して上に行けと、そういうことですね。それじゃあこの上は左にハテナ、右にチタだね。一旦叩いてみる、叩いて右に逃げてみるね。なるほどね、このキノコを取って右のガリガリを抜けて土管に入ると、そういうことだと思います。左が空いたな、絶対左が正解でしょ。こっちは何、キノコを出して何もしないでいいのかな。そしたら左のブロックが空いてくれるみたいな。なるほど、これでスターが取れるっていうわけか。それじゃあスターを取ってスララン、さっきのツララよくもやってくれな、ぶち壊してやるぜ。そしてこのまま、あ、いや待って待って、落ちたらダメだよ。ここはスターが切れるまで何もしない。数々花ちゃんを倒してきて罠に引っかかったと。こっちも違うんですか、左に行けばよかったってこと。さすがだ、見事と言わざるを得ない。なんで僕のライバルにしてあげてもいいでしょう。ここは左行ったら土管が、右かな、右に行ったら土管があるみたいな。なるほどね、いやうまいね。ほんとにここは右出ししていく。そしたらあっつ、この方マジで読めないね。もう顔も書かれてなかったでしょう。なんでもう読み取れないんだよね、表情から。どっちだ、シーソーゲー。まあでもまだまだこんくらいの罠だったらギアを上げることができないね。今6速中2速ぐらいだよ。まあ車で言えばドア開けた感じだね。まだじゃあここは一旦デカキノコになって、チビになって、これどっち込められたけど、どうすればいいんですか。下にも行けませんね。これが隠蔽工作か。いいじゃないか、お望み通りギアを3速から4速、そして5速まで上げてみせましょう。今5速となった僕、オートって書いてたな、何もしないでいいんだろう。いや実はこれ僕が操作してるように見えて操作してないです。さあここで土管に入っていく。さあごめん、中間ポイント、ごめんね、マジで今日語彙力ないかもしれない。まあ無事中間ポイント手に入れたし、もう心の余裕はすごいね。一旦何もしないでおこうか。そしたら右のブロック開かないね。この記録絶対取っていいよ。まあ息アップしたから脳幹だね。そういやさ、息アップのことをさ、息アップっていう人とワンアップっていう人とイッチアップっていう3パターンないかな。まあ僕息アップって言ってるんだけど、ゴーバック、この土管は入れないね。ということは今来た土管に戻らなくちゃいけないっていうことだし、ここは新耐久っていうことか。うわこれ難しいんじゃないの。ちょうどよくあの間に挟まれろっていうことでしょ。ここ絶対厳しい、これタイミング見て、ここか。うわマジでむずけえよこれ。いや結構しかもさ地味だよね、映画飛ばさなくていいですか。大丈夫ですか皆さん、僕いつも手裏耐久見せてるけど飛ばさなくていいですか。実はずっと悩んでるんだよ、どこのタイミングで飛ばせばいいかなとか。でもさ手裏耐久見たいっていう方も。じゃあこの土管に出てきたらさ一旦戻ってみようか、それでなんか変わるんでしょ。また戻されたね。あもしかして右のブロックが開くみたいな。それじゃあここの無機物は右ダッシュしてかわす、これで避けれるということですね。この10コイン絶対に罠だと思って。石親父、そういやドッスンがつけてたパラシュートで思い出したね、4月にね、忘れてた。4月に東京でスカイダイビングするんだけど、いやめっちゃ怖いよね、スカイダイビング経験した方いるかなと思って。
何やってんの、どうすん、頼むって。いやこれ新耐久なんかな、この上行けっていうこと。いやでもドッスンに当たって簡単にやられることはできるんだよね。でもこの上すげえ気にならない。ここ、いやちょっと待って、リズムよく行こう。はい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 、それじゃあここは右ダッシュしていけっていうことでしょ。そしたらドッスンが抜けれるっていう感じだね。下にクッパクラウンがあるな。あのクッパクラウン乗っていいんでしょうか。でも僕は乗りたいと思います。もう分かったね、ここのカロンの甲羅すごいヒントになると思います。なんでこのまんまこの土管に入る。来た、上は絶対罠だと思うよ。こっちじゃないの。 CP1 椅子 CP0 で、で次は何だろうね。うわどっち行こう、あどっち行こうっていうか土管の方しか行けないんだ。どういう意味だろうね。 CP1 is CP0 でしょ。え、ここどこ？え、待って、全然わかんない。これもしかしてさ、さっきのオートの場所なんかな。そこにチェックポイントがあったから、そのチェックポイントを取れと、そういうことなんじゃないんですかね。上等じゃねえか。こっから一回も引っかからないでさっきの場所まで行ってみせます。皆さん見ててください、ここからノーカットでお届けしたいと思います。ここだ、ここの廊下に中間ポイントがある。どこだ、あのカキ棒か、ここだ。で、こっからどうすればいいかだよね。一旦やられてみようか。そしたら何か変わってるかもしんないね。あ、やっぱ変わってる変わってる、チタが出てきてるね。そしてこっから、え、どうすればいいんだろう。この土管に戻るで合ってんのかな。合ってる合ってる。そしたら下のドアに進めるっていう感じだったんだね。さあここのチタで待っておく。じゃあ上に右にダッシュしていく。もう分かりました、ここは一旦右に行ってすぐ左に行く、そして下から右に行けと。でこのドクロリフトを渡っていけということなんですけど、全部走っていきます。僕はあえて全部乗る。そしてこのまんま、じゃあ右上にバネが見えると思うんだけど、あのバネがパックンを動かすっていうわけでしょう。一旦何もしないで、なるほどね、上のドアに入らなっちゃいけないのかな。ここの土管はうろうろしてんじゃねえ。このドクロリフトにやられてしまいました。それじゃあ一旦土管に入っていってみようか。こっちがすごく気になるんだよね。なんて書いてる、なるほど、早く行けと。いや面白い、じゃあこっちで合ってんじゃないのかな。それじゃあここは右ダッシュ、常に右ダッシュ、そうしてハテナブロックを叩いてみる。そしたらリンクが取れないね。あなたじゃないですよ、ブロックリンクの誕生ですか。それじゃあここでリンクを出す、そしてこの場所で剣を通って先に進むと、そういうことですね。さあ行きますか、この先何が待ってる。バネとは思わなかったよ。いや結構トロールコースやってるけどさ、このバネの使い方はほんとうまいね。じゃあここでピースイッチを踏んで、そしてこっからまた土管に戻れっていうことなんかな。一旦壊してみる、これあの土管まで行ったらやっぱバーがあるよね。この赤い土管でしょ、この赤い土管もう一回、戻れんよね。もしかしてさ、リンクの出す爆弾を使って戻れっていうことなんかな。だからさっきのヒントを下にボブ兵がいたんだね。じゃあこれで先に進めるとそういうことだと思います。そしてこのまんま上に行ける、多分このドアで合ってると思うんだよね。どうなる、ゴール。いや本当にこのコース難易度とかもちょうどよくて面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオチャレンジ2ということで、サムネを見る感じですね、スタートしてくぼみの中のゴールを目指せっていうことなんですけど、ゴール条件がないんだよね。それでクリア率が 1% 台ってことは何かしらわけがあると思うんですよ。そのわけは何なのか、それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.42%。いや多分ね、上から降ってくるとか画面外からなんか押し寄せてくるみたいな感じだとは思うんですけど、まあどんな感じなんだろうね。そういう感じね。いや面白いね、こういうのめっちゃ好きだよ。じゃあすぐ右にダッシュしていく。右ダッシュはダメだと。じゃあピースイッチを持った瞬間すぐ投げ、これさ隠しブロックがどっかにあるんじゃないかな。だってそうじゃないと砲台飛べれないもんね。なんで隠しブロックをちょっと探していこうかなと思います。隠しブロックよ、姿を現せ。かくれんぼはもう終わりにしようじゃないか。今日食べた夕飯のおかずちょっともらっただけじゃないか。まだだだをこねてんの。ポテトフライを1本もらっただけじゃんか。でその代わりにハンバーグ半分あげたじゃん。なんでそっちが怒ってんの。僕の方が絶対損してるよ。なんで早く出てきなさい。
どこに隠れてんだ。隠しブロックないよきっとこれ。最初さ、こうやってジャンプした時に砲台が浮く時があるんだよね。なんでその浮いた瞬間を壁キックして狙っていってみるね。こんな、うわ、おっし、今のでいけそうじゃない。なんで早めに壁キックしろっていうことなんじゃないかな。いや、いや面白いね、こういうクリアの仕方があるんだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。